はい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 、はい、どうも皆さん、こんばんは、藤岡です。いや、お久しぶりです。やっと暖かくなってきました。藤岡、冬眠から覚めましたよ。お待たせしました。ね、いや、久しぶりすぎてちょっと恥ずかしいです。動画撮るのがなんかね、恥ずかしく感じてますけどね。まあ、今日も朝日スーパードライでお送りしております。いやー、 あったかくなってきました。半袖で過ごせますもん、もう愛媛はね。寒かった。もうね、ほんと撮ることいっぱいなんだけど全然撮れてないです。これから徐々に撮っていくんで見てやってください。あと、ね、今まで YouTube のコメントを返してなかったんですけどね、これからはちょっと遅れながらでも返していこうと思いますんで、よろしくお願いします。頑張りますよ、藤岡ちゃん。ちょっといい感じになってきた。衰えてないかな。よし。でね、今日ご紹介したいのはですね、あの 冬に藤岡が買ったアガベ。みんななんかインスタとかツイッター見てるけど、アガベの発根管理手こずってますね。質問来るんだけど、なんか藤岡全然手こずらないんで、ね、なんでしょうね。ちょっと俺の発根管理方法を教えていきましょうね、今日は。じゃあ冬に買ったアガベを今出します。はい、という感じでね、出してきましたけど、ホリダまだあるんですよ。他にもホリダ、姫源流、お姫源流、ホワイトファイヤー、あー、ハデスのカゲロウ、こいつはもう特別ですね。高かった。トゲがカゲロウでしょ。ここのまで大きさになってトゲがうねってたらもうカゲロウは間違いないと思いますけどね。ちっちゃい時ってね、トゲうねりやすいんですけど、あれではまだカゲロウ判断しにくいですね。やっぱ親株見て選んだ方がいいんだけど、これ親株なかったからちょっと賭けでしたね、藤岡は。まあまあ、そんなことより発根管理ですよ。皆さん、発根したかどうか確認するとき、わざわざ抜いてないですよね。抜いちゃダメですよ。もう最悪の状況になったら抜いてもいいんですけど、もう やばそうな感じになったらよ、いちいち抜いてたらあれ良くないですからね。俺は絶対抜かないですね。触って抵抗があるかを確認するんですよ。触ってね、ちょっと優しくですよ。この感覚も難しいですけどね。ほら、わかります？もうなんか引っかかってるんでしょ。これでもう発根完了ですよ。もうね、もう皆さん心配性なんですよ。もう心配しすぎて抜いちゃ戻して、抜いちゃ戻してしてるでしょ。良くないっすよ、良くないっすよ。もうちゃんと待ってあげましょう。もう葉っぱが腐ってるとかだったら、もうそれは抜いてちゃんと確かめて葉っぱ取ってもう一回消毒とかした方がいいんですけど、変わりないんだったら置いといてあげてくださいよ。そんな動かないですから、アガベちゃんも冬なんか特に。もうこんなのバシバシよ。いい感じいい感じ。ホワイトファイヤーね、発酵が遅いな、比べると。何なんですかね。あ、このデブハデスカゲロウはね、もう発根バチバチです。もう抜けない、完璧。いやー、もうね、富士綱最高っていうインスタのストーリーで出てますね。やっぱ富士綱いいっすよ、弱酸性。アガベの発根ね、ちょっとくすぶってる人たち、もう俺のホリダちゃんの動画見ました？ちゃんと見てくれました？ホリダちゃん、藤綱オンリーのホリダさん、これ一回抜いてますからね、皆さん動画で。もう根っこバチバチですから、藤綱だけでですよ。藤綱だけで根っこバチバチよ。ちょっと開いちゃったんですけど、まあまあまあいいやと思って、開いてまた展開して葉っぱ増えてくれたらね、かっこよくなるんで。
藤綱だけでも発根管理はいいと思います。藤綱だけで発根管理して根っこが出だしたらもうまあ培養土と、まあ、藤綱も混ぜてあげてで刺す、それでも完璧です。ちょっと風強くて音が悪かったらごめんなさいね。そういう感じです。発根管理藤綱だけでいいと思う。水はね、水は、まあ、週1ぐらいシャーっとやって、この子たちはね冬場でも窓際、西日の当たる窓際ですね。で昼間は暖かくなって強い日が当たって、まあ、夜は冷えるんだけど、まあ、室内だから霜とかは当たんなくて、まあ、そんぐらいで、まあ、発根バリバリですね。もうでも 今の時期になってきたら最低気温10度ぐらいになってきたらもうやばいですよ。この子たちの成長は止められない、やばいです。朝日スーパードライですよ。え、やばいです。もうね止まんないよ。あと何か言いたかったかな。みんな薬漬けにしてますよね。お風呂みたいにジャボンってつけて、まあね、あいつ何だったっけ、まあ害虫駆除にはいいと思います。いますからね、買ったところにいたらついてきますからね。あれ殺すんではいいと思うんだけど、俺したことないんだよな。でもまあ皆さん心配ならした方がいいと思う。薬漬け、薬漬けって言い方はいかんのかもしれんけど、とえまあいいや、うん、薬漬けですよ。うんね、バン食らわないよねこんな言葉で。皆さん通報しないでくださいよ、薬漬けって言葉ぐらいじゃ。頼みますよ。でね、うん、もうこの時期になったらもうあとは放置ですね。外出して水シャーってやって、でもね昼間水やんない方がいいですよ本当。やっぱね根っこが蒸れるのが一番嫌だね。アガベちゃんは水はけのいい土にして、夜夕方ぐらいに水シャーってやって、もう熱を逃がすぐらいの勢いでねやってあげた方がいい。夏は昼間絶対水やったらダメです。蒸れますから、そっからやられてきますからね。かわいいな。いやー、あとなんか質問あったらコメント欄ビシビシ来てくださいね。俺アガベ発根管理失敗ないですからね。最初の方あった、エボリスピナ、あれは結構やばいですね。うん、あれは難しい。あれ夏かったのかな、春かったのかな。ダメですね春は。ダメじゃないけど、俺普通のアガベと同様にあったかいとこで管理してたからあれは良くなかった。エボリスピナ、ユタミシス系はちょっと気をつけた方がいいですね。他のアガベはもう今からなら余裕です。春から余裕ですよ。冬場の発根管理はもう藤綱に刺して、もう水やって、まあ日の光当ててあげて、夜はあんまり冷えすぎないようにして、まあマットのヒーターマットの上置いとったら安心ですね。ヒーターマットの上置いて LED ライト当てて、もうブスッと刺して週一水ジャーってやって放置、それで完璧に根っこ出ますから、株が死んでない限りは。大丈夫です。まあまあまあそんぐらいかな。藤岡のちょっとまあ自慢話になっちゃったかな。俺は発根管理失敗しないぜ、つってね。ちょっと気持ち悪いですけどね、聞いてやってくださいよ。久々なんでテンションが上がってます。あったかいし半袖でいられるし、いやーでもね、さっき移動さしまくってたんですよ、植物の部屋から。うん。一個ひっくり返しちゃってね。ね。夏型のね、亀甲流。みんなよくカラスって言うんだけど、夏型の亀甲流。ヒーターマットの上に置いて、温度調節もしてないヒーターマットですよ。まあ、最低10度、15度ぐらいかな。の上に置いて、LED ライト、弱い。に当ててて、もうずっとこれもう葉っぱがこんなビシコだったんですよ。ビシコ
もうつるも伸びまくり伸びまくりだけど、さっきひっくり返しちゃったんですよ。持ってくるとき根っこバチバチだったんだけど、もう最悪でね、もう根っこ切って、もうまあこれからの時期のもんだから、もう葉っぱも落として、すごくないですか。夏型冬越冬しましたよ。これヒーターマットの上で置いてるだけで LED ライト当ててこんずっとこれもう邪魔で邪魔でしょうがないとか言っちゃかわいそうなんだけど、この子めちゃくちゃ元気。夏型結構流簡単ですよ。皆さん水はけいい土にしてくださいね。その代わり、うん、冬水あんまり土にありすぎるとやっぱ良くないんで、すぐにはけるようなね土に仕上げてほしい。でまあヒーターで温めてあげてやってると、もうモリモリです。ずっとモリモリ。まあ、僕切っちゃったんですけどね、もうさっきひっくり返してごめんよ。こういうアクシデントもありつつね、もうあれですよ、藤岡植物園開園ですよ、しております。また動画もバンバン上げていくんでね、皆さん応援よろしくお願いします。いや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 、大丈夫皆さん、発根管理アガベあまり過保護にしないようにね、もう土に刺して放置で元気になりますから。今の時期だったら、死んでなかったらね、成長点があるあったら、うん、大丈夫です大概は。そんなもんかな。うん、ああ藤岡の冬の犠牲者はグラキリス、未生のグラキリスが2個枯れたぐらいかな。あれなんでだろうな、寄せ植えにしてたグラキリス片方だけ元気で片方が死んじゃってね。夏は元気だったんですよ。もう今これもう芽が出てきてるんですけどね、この子片方は、片方が死んじゃってね、もうやだ、なんでなんだろう。こういうことがあるんですよ、未生のグラキリスって。たまにどうなんですかね、片方良くて片方ダメになっちゃうとかね、難しいです難しいです。でもうまくいけば、うまくいけばこれがちょっと、これがこれこうなりますからこうなりますからね、3,4 年で4,5 年。まあ冬の管理はとりあえず昼間あったかくしてあげてくださいね。夜もまあ寒さ、うん、室内なら多分いける、いけます。俺はいけましたから、室内の窓際で昼間日光当てて、夜はまあ窓際だから寒いけど、うん、水もあんまりやらず、たまにあげるんですけどね。まあ、これ、元はこれですからね、これ。4、5年でこうなりますから。なんかいっぱい増えてきますから。かな?そんな感じでね、皆さん、楽しんであげてください。俺もそろそろね、ちょっとね、新しいのに手が出したいなとか思って、美覚士だ、ちょっと美覚に手を出したいなとか思っちゃったりもしてるんですけどね。まあちょっと余裕があったらやっていきます。皆さんに教えてもらいながらになるかもしれないけど、まあ、とりあえず赤部ちゃん冬、お、トゲがいて、冬の発根管理、まあ、ぐずってる人がいるなら相談しに来てください。インスタの DM でも YouTube のコメントでも Twitter の、メール DM かでも何でもいいんでね、うん、ちょいちょい相談してくれる方もいるんでね、うん、お答えしますよ。ではこのぐらいにしとこうかな。ご視聴ありがとうございました。復活の F 藤岡です。またね。